で、何曲何ニュドラがイマンドライマン、ドラなし赤なしパーマン切り、うん、まあ分からなくはない、かなり分かる、いい班だからねリーノミになるぐらいだったら役重ねたいわ、すごく、うんうん、そうだね、自然といえばいっそいピンリャンピンは、あそこまでの価値はない、パーマン、そこまでの価値はないように見えるな、これはちょっとまずいよね、多分、あこれはちょっとまずいね、うん、うん、だこれはそのシャアを残すメリットって守備的なメリットでしかなくて、うん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 、しかも1枚でしょ、自敗2枚持ってる、うん、もうそれはちょっと使いすぎって感じかな、ね、ここに、うん、安排倉庫みたいな感じになってる、そうそうそう、うん、そんなに広く持っちゃダメスペースを、はあ、シャアは残す路線ということですね、これは12枚麻雀をしている、まあ別にそんなに、これはいつもこれで結構やる気出たな、うん、あーわーやる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 、そうやれるよ、やれると思ってたんよリーチ入ってる、これは天杯ですね、1300現物、現物相手の現物、E ピンと、ローピン、リャンピンは切れまへん、切れまへんね、ってことで追っかけますか、かける方がマシか、これ3眼だからね、いい変化、そうなんだよね、いいピン切った後の世界でさ、外したところでって感じなんだよね、いい変化って何って言われたら、うん、全然ないよね、2刺し、リャンピン、2ピン、渋々行こうかな、1枚切れ VS 子供、うん、僕結構渋々、まあなんか仕方なくな感じだね、まあ、キルのリャンワン、うん、リャンワン切り玉、リャンワン切り玉か、E ピン切りの外しとリャンワン切りの玉はどっちがいいんだろう、一応補充率ある、あるね、ほとんどないと思うけど、ライワンなんでカンリャンワンはほとんど出てこないと思うけど、まあシャンポンに打つケースは全然、まあタンヤオとかね、うん、ありえるはありえる、うん、片割れがいいみたいなのもあるし、うん、そうだな、どっちがいいかな、仮点と三ピンツモ、まあ、三ピンツモもでかいはでかいな、で両ピン変化、ね、うん、縦変化、変化は一応3個残る、数ピンでタンヤオになる、両ピン数ピン数マン、うーん、そんな悪くないか、両マン切りだもん、そうね、 E ピン切りと比較した場合どうせなら取っとくような感じするね、その E ピン切りの世界、E ピン切った後の世界が、うんうん、マンズの変化がすごくいっぱいあるとかだったらあれなんだけど、うん、なんなら一番引きやすいの E マンみたいに見えるからな、そうだね、 E マン引いて3万数万のシャンポンみたいな、なんか悪くなってないみたいな、と考えると取ってる方がマシかもしんない、3ピンツも熱いもんな、熱い熱い、 C マン、 C マンか、 Q ワンが2枚、パーワンは1枚、ウーマン先のワンチャンス、赤残り、赤残り、チーマンか、チーマンぐらいならって思いやすいですね、うん、チーマン実際ぐらいならの牌だよね、その後の数万も行きやすいみたいなね、うん、 E ピン、ローピン、現状降りるとしたら E ピン、ローピン、 E ピン、ローピン、まあチーマンぐらいならか、やっぱり、うん、チーマン行って数万も水増ししつつうっかり絵があったら嬉しい、3万はまずいな、なるほどね、3万はかなりまずいね、3万だったらだ、降りてるわけじゃんこれって、うん、3万だったらチーマンの危険度と大して変わらんからテンパってた方がいいし、で打ちたくないんだったらEピン切るべきだし、うん、ということですね、だから降りるなら降りる、3万切って、これはちょっと何がしたいのかがちょっといまいち、うん、うん、っていう範囲になっちゃってるから、まあ多分これチーマン切るか、うん、押すのか行かないのかリーチするのかどうなんだろう、その前から結構あーみたいな感じで、あーみたいな3切っちゃったと思うんだけど、うん、うん、これはまあ降りるか行くかどっちかがいいですね、まあそれが取り玉なのか追っかけるのかの分岐はあるけど、うん、そうね、3万切るんだったらテンパってる方がいいっていうことですね、それはそう、でこれはローピンが通ってる、あ親がちょっと押してるのか、これはもう親に対して降りてるっぽい、E ピンかな、そうですね、うん、親が何言ってるかっていうとチーマン言ってるね、うん、チーマン言って E ピンが強いし、うん、うん、まあ一応って感じですか、頑張ってるわけじゃないし、数万か、あでも数万でもいいか、まあ数万一応あるからね、うん、全然ある、うん、ピン率高くて、とあと降りる
ローピン以外でダピンズ以外で降りるなら数万になる。数万だね。赤ウーマンの関数ワンダブルワンチャンス555333、うん、確かに悪くない。親に対して絞るって意味合いも込めて、うん、ダブルオープンかなり当たらんからね。数ワンはね、うん、でペアバイ1、うん、そうだね。パッと見より悪くない。パッと見ちょっとダメかなと思ったけど、うんうんうん、そうね、ちゃんと抜いた方がって一瞬思ったけど、うん、青ローソーしてる。これは良かったね。じゃあね、じゃあってことはないけど、何これペーチュンはダメなんだよね。ペーチュンはバイ1、チュンはチュンションパイ、ハクが、リーチの現物で、現物言うとローピン、ローピンだけど親には危ない。ローピンか白か三層は、三層層がワンチャンス、ノーチャンで通層ノーチャンスの下の具形ペンチャンシャンポンね、ペンチャンシャンポン、うん、の一枚入れ。あ、なるほどね。白ですか。白切りますね。やっぱりね、白切りますけど他との比較はどうなのかなって。まあローピンがちょっとあまりに三層を、うん、ローピン、そうですねっていう感じかな。うん、三択。リャン層がワンチャンス、ここはやっぱり三層かな。あ、ローピンなんだ。あ、でチーピンいってるね。うん、ローピン怖いね。これはうん、うん、微妙だな。そうだな。まあ通常ならこれも親ってかなりやばいから、これやばい、通常やばい。まあでも、まあ、さっきも言ったけどアンノウンだからね。まあそうね、相手なんかそんなに気にしなくてもいいのかもしれない。うん、これはちょっと相手に依存する。 そうだね、うん。まあ残り4600だからテンパってなかったら終わるって言って、うんうん、そこでまだシャンテンで押してても全然不思議ではないんだけど、上に張ってるけど、でもこういう結構しょうもないと出てきたりするからね。結構シンプルに現物切るとか、うん、シンプルに端っこのアンコ落としするとかね、うん、シンプル打法が、ね、今のローピンとかちょっと馬強が偏ってたから難しい、そうね、うんうん、感じだったね。